小さい頃から山や川の中で育ちましたので、そういった自然の匂いが私の最初の記憶にある匂いです。書く前に、まず空気中にやってこうなんか雨みたいな森の中の湿った植物の匂い、そういったものをこう閉じ込めたりしたいです。アクリル絵の具が好きです。匂いもとても好きです。絵の具の匂いももちろん入ってますし、その描いている環境の中の生活の匂いもいっぱい込められてると思います。私は桜です。